日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。10月29日に2024シーズンのプロ野球日本シリーズ、横浜 DeNA ベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスの第3戦が、みずほペイペイドーム福岡で行われ、DeNA が4対1でソフトバンクを破り、対戦成績を1勝2敗としました。本拠地に移動してまさかの敗退となったホークス。この試合の投手起用について、多くのファンから疑問の声が上がっています。果たして何が問題だったのでしょうか。今回はホークスの投手起用を振り返り、その問題点を詳しく調査していきます。 SMBC バトルフェイス日本シリーズ2024は、福岡ソフトバンクホークスが2勝0敗とリードした状態で29日に第3戦を迎えました。この試合はホークスの本拠地であるみずほペイペイドーム福岡で行われ、勝てばシリーズ制覇に王手をかける場面でしたが、横浜 DeNA ベイスターズに4対1で敗れました。これによりソフトバンクの日本シリーズでの連勝は14でストップし、 DeNA は待望のシリーズ初勝利を挙げました。この試合でホークスは今季9勝を挙げたカーター・スチュワート・ジュニア投手が先発、一方 DeNA は今季13勝を挙げたエース東克樹投手がマウンドに立ちました。負けられない DeNA は初回、1番桑原正幸選手が2塁打で出塁すると、2番梶原浩輝選手の犠打で1死3塁のチャンスを作り、3番牧秀悟選手の夕ごろの間に3塁ランナーが生還し1点を先制。これにより今シリーズで初めて DeNA が先手を取りました。しかしその裏にソフトバンクも反撃、2番柳田悠岐選手と3番栗原良也選手の連続ヒットで西一三塁のチャンスを迎え、5番近藤健介選手が左翼へタイムリーツーベースを放ち、すぐに同点に追いつきました。その後は両先発がランナーを背負いながらもピンチを切り抜け、2回以降はスコアボードに0を並べます。そんな中ソフトバンクは5回から継投策に移り、大津良介投手がマウンドに上がります。すると先頭の1番桑原選手が代わり花を捉え、左中間へソロホームラン。大津の出花をくじく一発で勝ち越しに成功します。さらに DeNA はこの回2番梶原選手の内野安打、2つの四球で無視満塁とすると、5番筒香選手が飛距離十分のあわや満塁ホームランとなる儀比を放って追加点。8回にも8番戸柱康隆選手のタイムリーツーベースが飛び出しリードを広げていきます。 DeNA の先発東投手は左ハムストリングの肉離れからの復帰登板となりましたが、強力なソフトバンク打線を相手に7回1失点と好投を見せました。一方ソフトバンクは10安打を放つものの後続がつながらず苦戦しました。東投手の後を受けた伊勢博夢投手、森原康平投手も無失点でリレーをつなぎ、最終的に DeNA が4対1でシリーズ初勝利を収めました。 DeNA はこの勝利で対戦成績を1勝2敗とし、連敗を止めることに成功しました。試合後の勝利監督インタビューで三浦監督はホッとしてますと安堵の表情を見せつつ、なんといっても東が流れを渡さない投球をしてくれたと、左ハムストリングの肉離れからわずか2週間で復帰し負の流れを断ち切ったエース左腕の回答を絶賛しました。一方のソフトバンク小久保監督は、報道陣が多く来てくれましたけど短期決戦は敗因を振り返る意味がないのでと前向きなコメントを残しつつも、前順は日本シリーズ初登板で育成選手から這い上がり日本シリーズであれだけ投げ切ったのは立派と若手選手の成長に期待を寄せました。あとは長谷川も良かったしね。杉山は点を取られましたけど硬さ取れたので明日以降につながるでしょうねとコメントしました。負けはしたもののまだ2勝1敗余裕はまだありますし、福岡での日本一達成の可能性もまだあります。小久保監督もそこまで追い詰められてはいないでしょう。一方でこの試合投手起用について賛否両論の声が殺到しています。その投手起用とは大津投手の登板です。2022年にドラフト2位で入団し、今季は先発ローテーションに入り19試合に登板し7勝7敗を記録していた大津投手、この日は1対1の5回に2番手でスチュワート投手の後を継いでマウンドに上がりました。しかし先頭の桑原正幸選手への2球目、
141キロカットボールを左中間スタンドに運ばれ、まさかの出鼻をくじかれることに。さらに二塁内野安打と2者連続四球で無視満塁のピンチ。筒香嘉智選手に右翼フェンスギリギリの犠飛を許し、3点目を献上し、結局1イニング投げ切れず、3番手のルーキー岩井俊介投手と交代。悔しい日本シリーズデビュー戦となりました。この起用についていろいろと言われているようですね。というのも大津投手、昨年リリーフとしてチームに貢献し勝ちパターンの一角を担った選手が今季から先発に転向。開幕から6試合目のロッテ戦でプロ初先発し、6回8安打無四死球5奪三振1失点でシーズン初勝利を挙げました。その後先発ローテーションの一角として活躍を続け、疲労回復に向けた体のケアや食事などあらゆる方法を試しながら挑戦を重ねてきました。中6日の登板スケジュールでは5月25日のロッテ戦が初めての試合でした。さらに登板間隔を空けるための登録抹消も2回経験し、コンディションに配慮した起用法が取られました。7月7日時点で先発11試合に登板し、6勝4敗、防御率 2.51 を記録。その翌日には監督推薦で初のオールスター選出を果たし、以降も安定した先発登板を続けてきました。しかし日本シリーズで1年ぶりとなるリリーフ登板が決まり、賛否が分かれています。今季は先発のみを務め、自分なりの調整法を模索しながら投げていたことからリリーフの感覚は薄れている可能性があります。仮に感覚が残っていたとしても、先発とリリーフでは調整方法が大きく異なり、それが対応に間に合わなかった可能性も考えられます。直球の威力に加え制球力も乱すなど、本来の大津投手からほど遠い姿を見せた大津投手。もちろん打たれた大津投手も悪いですし、仮に抑えていればまた展開が変わり勝利したかもしれません。攻められても仕方はないでしょう。ただこんな大事な場面で去年経験があるとはいえ、いきなりリリーフで使えばこういう展開にもなると言えます。そもそもなぜ先発だった大津投手がリリーフとして登板したのか。おそらく最初からロングリリーフとして待機していたのでしょう。短期決戦では投手の入れ替えはすぐ行われます。スチュワート投手の調子が悪かった時にすぐ出てもらうよう待機していたのが大津投手だったのかなと思います。ただスチュワート投手と違い、球威で勝負するタイプの投手ではないので、不調も相まって早速打ち込まれたのでしょう。まあ事前に言われていたであろう大津投手も、リリーフさせていないのに投げさせた首脳陣も、どっちも悪く結果的に裏目に出たと言えますね。とはいえ大津投手にとってはいい経験になったでしょう。またこの敗因は大津投手だけでなく、全体的に噛み合っていなかったのも原因です。ソフトバンク王貞治会長は10安打しながら1得点に終わった試合を振り返り、向こうはその分四球がない、こっちは四球出してるねと指摘。ソフトバンクは10安打しましたが、四球による出塁はわずか2。 DeNA は6安打でしたが、ソフトバンクが与えた四球は8で、その多くは得点に絡んでいました。王会長は四球の出塁も安打の出塁も基本は同じで、その分 DeNA 打線が上回ると説明。大津投手も四球を出していましたが、投手全体での反省点と言えますね。さらに試合後、大津投手は中継ぎは今年初めてだったので、自分なりに今日明日は絶対にあると決めて準備していた。緊張感は展開も展開だったので、大事なところから投げさせてもらったんですけど、ちょっと力んでいたので、いつもと違ってコントロールできないというのも頭にあった。ゾーン勝負で投げていましたと振り返りました。日本シリーズの大一番の経験を生かして今後成長していってほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。